先日イエティに初滑りに行ったので、いただいたいくつかの質問に回答したいと思います。足を動かす切り替えについてですが、1、微妙にずらすのか。2、切り替え手前に、山足のアウトエッジを一旦踏んで、山側にスキーを預けてから、谷回りに入る。外見からは見えない山側へのステップ動作があるのか。この2つに回答したいと思います。 ターン終わってから山足のアウトエッジを踏んでステップするのかですがステップするとこうなるからこれはダメですこう行くしかなくなるからこれは頭から入る切り替えにつながりますそうじゃなくてこう来たのをスライドしていきたいんですねこう来たのを こうスライドしていくなので微妙にずらすのかの質問ですが最初はずらすどころかスライドです抵抗がないスライドその後ずらしに入りますそのためにはターン最後に体、頭がしっかり外側に外いしているから抜くとフラットそしてこっち側に行ける それがターン最後、体がこの位置だと動かない動かないあともう一点。こんな風にここからこうと説明しましたが実際にこんな風に体が止まっていたら動かないスキーで体が止まるような瞬間は一切なくてこうやって前に出てきながらこう動いているからこういう風にできる こっちもこう来たら動かしているからこうできる結局は他の動画でも紹介しているようにこうやって無限大を書き続けるということです友人のズッタンも練習に励みましたのでその様子を頭手の上,手の上うん。 そっから頭手の上のまんまだよはいはい、はい、で外に戻す、はい、で,で外足を払うんだよ外足を払ってそう、うん、その姿勢いいねはいで,で戻してこっちが苦手かもそう,そう外出して<で>払いながら もっとほら払いが足りない。もっと外側。うん、そうそうそう。ね、てうん。きついぎゅうきって払う。そう。